シュデビです。レオヘです。はい、お願いします。お願いします。というわけで本日は、はい、最新のバットとその他バットで打ち比べ。今回はね、まあ、今年発売されたばかりの MM23 と、はいはいはい、昨年末に発売されたモンスターブラックキャノン、はい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 、Z ですね。私が普段使ってるミズノのビヨンドマックスレガシー、こちら3本打ち比べしていきたいと思います。まあどれが飛ぶかなっていうのと、まあ、打感とか、僕普段これなんでやっぱこれに慣れちゃってるんで、はい、こっち打ってみてどうかなっていうのを改めて見ていきたいと思います。はい、はい、それではやっていきましょう。はい、じゃあまずモンスターブラックキャノンからいきます。結構僕の動画を見て購入した人が結構多い。おーおーおーい、あんな感じ。打球速くない？結構、うん、ほら打球速い。まあ合う合わないっていうよりかは、まあこれのバット俺の印象はやっぱ低いの、すごいこうドライブしてビヨーンっていく感じ。はい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 、はい、なるほど。これ普段自分が打ってる感覚なんですけど、これで打つと若干のやっぱこのしなりを感じるんで、そこでちょっとこの打ち損じが発生してるような気がする、このしなりすぎる分。ってことは MM23 と同じ仕様かなという印象はあります。結構前ですね。はい、ドライブかかったけど飛びました。前で、この前で、前で。よし。決まったー。はい。はい、円通きました。ワン超え。ワン超えですね。はい。まあまだまだ多分この破壊力もっとすごいと思うんですけど、まあ、僕に合うか合わないかって言ったらちょっとこのしなりすぎて打ち損じが結構多いので。僕には難しいかもしれない。このシナリオをうまく使える人はすごい合うかなって感じます。はい、次行きましょう。続いてこちら普段使ってますレガシーです。レガシー行きます。これちょっと超えちゃうかもしれないですけど、軽打バッティング行きます。なるべくね、軽打で軽打で、あ、ちょちょ、軽打軽打。まあ普段打ってるのと同じっすよ。ちゃんと当たります。打球も速い。このライナーも結構速いし、間抜けれるかなっていう感じですね。はい、よし。はい、これ来ました。これはもう森です。ギーンと行きましたね。今乗せれば本当にこう軽くいくし、でもしなりがない分、一応ね、逆風なんですよね。逆風切り裂いてるね。逆風今、うん、こういう風に風感じるから今。そっか、だからそんな飛ばなかったんか。あんま、いや飛んでるんだわ。よし、ああ、見えた？とりあえず逆風、これ今のは。まあ風は吹いてるからね。風吹いてる。よし、オッケー。ああ、あーのー、ちょ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 、行かないかもしんねー。いった手に合ってんね。だいぶ劣化してるけどね。じゃあ次 MM23 いきます。さあお待ちかねの打ち比べ最後のバットです。さっきのモンスターブラックキャノンが80だったんで80にしました、うん、これも同じ、まあ、よく見たらグリップ同じ、長さはほぼ同じ、この細さも同じ、この細くない、ここ、うんうん、同じぐらい。はい、そんな感じ。はいはいはい、はい、です。おお、超詰まったって感じやな。難しい、やっぱ当てんの気持ちいい。気持ちね、ちょっとこう平行に打つイメージでいるんだけど、こすってしまう。おお、これやばくない？見て、今ライナーだよ。めちゃめちゃライナー、しかもちょっとこう突っ込んじゃった感じ。だ、前でさばく分にがいいのかもね。そうだね。お、これも、あんまり今のドライブしなかった。逆に こっち側で打つと飛ばないと思う。ほら、飛ばない。こすってこすって。
そう。ちょっとな。ちょっとま、オッケー。でも前なんだやっぱこの。ここ。ここってよりかはもう、ここだね。伸びきる直前ぐらい。そう。近い。多い打球。じゃあ、最高のバッティングしてやる。こすったはい、はい、やってまいりましたけども、はい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 、こちらの3本のバット打ってみました、はい、まあ多分見た方はどんな感じか分かったと思います。僕的にはやっぱレガシーが一番、うん、やっぱこのしなりが抑えられてるような打ちたい時にちゃんと当たる、うん、でこちらの2本の場合はしなりがすごいんで細い分ね、そうしなりがとんでもなくすごいんで前の方で打ってばめっちゃ飛ぶんですよ、うん、えーってぐらい飛んだでしょ、はいはいはい、うん、けど引きつけて打とうとするとポップとか多かったかな、うん、うん、そういった感じですね。まあ人それぞれまあなんかバッティングの、ね、特徴というか、ね、そうですね、タイプが違うのでまあそれに応じたバット選びをするといいんじゃないでしょうか、はい、まあでも今ねどんどん新しいの増えてますけど昔のキュイーンっていうあのバット使ってるチームも絶対いますし、はいはいはい、ハンターマックスとかさ、うん、ああいう SSK のね廃盤になってるけど使ってる人いますけども、まあまだねラガーズに金属バットもいるからね、そうなんですよ、金属使う人もいるし、うん、まあいろんなバットがあるので、そうですね、まあいろいろ試してもらって、はいはい、あの新しいバットもいいですよといろいろ考えられて研究されてるいいバットですよということで、うん、あのどのメーカーさんも素晴らしいバットを出してますので、よかったらねあのスポーツショップに行ってチェックしてみてください、はい、というわけで本日はこちらの3本のバットモンスターブラックキャノン MM23 ビヨンドマックスレガシーを比べしてみました、はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではお願いします。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではお願いします。イエーイ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 シチョウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。